ウルボスアクセルタリン市電500系電車この項目では、エストニアの首都タリンの路面電車であるタリン市電で2015年から使用されているスペインカフ製の路面電車車両について解説する。タリンで公共交通機関を運営するタリン市交通会社は、二酸化炭素の排出量削減をはじめとした環境対策の一環として2012年に、 タリン市電向けの新型路面電車に関する国際入札を実施し、翌2013年までにスペインの鉄道車両メーカーであるカフトの契約が決定した。その後、オプション権を行使する形での追加発注を経て2015年から導入が行われたのが高速運転に適した車種のウルボスアクセルである。全長30.9メートルの三車大連接車で、終端に ループ線が存在する線形を有する多輪支点での運用に合わせ、運転台や乗降扉は片側のみに存在する。台車はすべて主電動機を有した動力台車で、運転台側及び後方には車端に回転軸や車軸を有する台車が備わる一方、中間車体は車軸を持たない独立車輪式台車が用いられている。車内全体の低照率は、 車端部分を除いた全体の70%で車椅子スペースは2箇所に存在する。また、冷暖房双方に対応した空調装置に加え、進行方向や次の停車電停経路を表示する車内案内表示装置や安全対策のための監視カメラも搭載されている。両開き式の上報扉は各車体とも停床部分に存在する。車体の大半が 低床構造であることから、主要な電気機器は屋根状に搭載され、エストニアの寒暖差が激しい気象条件にも対応可能な設計となっている。またスーパーキャパシタを用いた充電システムであるグリーンテックシステムを搭載しており、回生ブレーキ使用時に電気を貯めることで、電化されていない区間や、河川の送電が停止した場合でも、最大 1km の距離を走行することができる。 2015年3月31日から営業運転を開始し、翌2016年までに全20両の導入が完了した。主に3.4系統で使用されており、そのうち2017年の延伸により、他ン空港との接続した4系統に関しては、全列車に500型が用いられている。また2020年以降は全車両において Wi-Fi の使用が可能となっている。 タリン市交通会社では500系の全20両に対して女性の名前を用いた以下のような愛称をつけている。タリン市交通会社の公式ページ2020年2月26日閲覧ありがとうございます。